小春ネーム爽やかな風さんからいただきました。ありがとうございます、うん、はい、石谷さん、そしてゲストの神尾さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。突然ですが、はい、1月23日はいい兄さんの日でもあったらしいです。おやおや。お、私には2人兄がいて、どうしようもない私にいつもなんだかんだ優しくしてくれてます。そんなことないよ、ヒゲするもんじゃないしかし私は今まで兄たちに何も返せていないので、うん、いい兄さんの日にあやかり、日頃の感謝を込めて何かプレゼントを贈りたいなと思っています。なるほど、うん、いい兄さんの日にあやかり、そうか、そこでお二人にご相談なのですが、もしお二人が弟さんや妹さんいらっしゃればから何かプレゼントをもらうとしたら、どのようなものがいいですか、うん、プレゼントね、何もらうか、そうです、アドバイスがあると教えていただけると嬉しいです。兄弟間の贈り物ね、難しいですね。兄弟間、親だと分かりやすいですよね、結構。でも親も、うん、あの毎年送ってるとネタが尽きてくるというか確かに確かにあれ低反発送ったよね、マッサージも送ったよね、じゃシーズンものに行くかみたいになってくるんで、なるほどなるほど、悩んだりもしますけど、うん、でもなんかあれですね、兄弟だとな、兄弟だと、うん、でもなんかそれこそ、うんうんうん、よく舞台やってる友達とかがもらって嬉しいものでよく言うのが、うんうんうん、数あっても困らないの何って言ったら、やっぱ下着とかパンツとか、ああ靴下とかで、親族だから割と趣味が分かるじゃないですか。確かに確かに。ああなるほど、そういうのって割とね、うん、いい気がしますね。とかなんか趣味、例えば音楽とか趣味だったりとか、おうおうおう、ギターとか弾くんだったら、それの掃除用のタオルとか。マニアックだね。結構わかりやすくないですか。あのでもなんかいいよね、その、うん、直球な使い方でしょ。そうそうそう、あのこれしかできませんっていうことは。普段使いがやっぱりできるっていうのは、いいな、やっぱそれがなければ困るものとかは割といいかなと思います。はるくんはなんか兄弟だって多いでしょ。兄弟、ああ兄弟多い、ね、しかも長男でしょ。長男です。あの四男がこの間泊まりに来たんですけど、でもどっちかというと贈り物し合わないですね。あの元々同士だからってもあんのかな。だから会って話して飲んでさようならみたいな、うん、え、飲める年？飲める年です。もう4人、3 4人ともみんな飲める年で、一番下が23とかじゃ、22か、22かですね、22の年なんで、うん、なかなかこの間来たのが4なんだったんですけど、一緒に餃子食べて、でいいね、飲んで餃子いいね、いいね、はい、で家に泊まっていきましたね。コメントとかでも、お父さんは妹に何かもらったことありますかっていうんで、あ、妹がいらっしゃるんですね。うちの姉と妹で生まれてるんですけど、妹は約ね、うん、あのいろんなのくれます。へえ、いろんなのって一番印象に残ってる、一番印象に残ってるのは、はいはい、カバンとかかな。あ、お兄ちゃんこのカバン使うみたいな。はいはいはい。あ、はい。あれありがとうございます。使わせてもらいますみたいな。ああ、カバンか。うん、あ、でもプレゼントだと確かにな。カバン趣味と違ったりはしないんですか？僕ね、あんまね、あれなんですよ。あの趣味あるんだけど、はいはい、もらったものに合わせる服装を考えるのが好きなので。ああ、なるほど。そう、だから何でもいいんです。うん。あるものは使う。壊れるまで使う。ああ、それは重要です。大事ですよ、うん。で、それも大切に使ってくれるとやっぱ嬉しいですもんね。うん、ありがたいね、はい。はい、というわけでありがとうございました。爽やかな風さんから。すごいね。一陣が吹いてる。一陣。確かに。いいですね。